のフレッシュマンは阿蘇市内巻にあります阿蘇市社会福祉協議会にお勤めの男性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずお名前と年齢、そしてお住まいの地域を教えてください。森誠一郎です。26歳です。住まいは、内巻になります。はい。森さんはこちらの、協議会にお勤めになってもうどれぐらいが経ちますか？まだ28年の4月に入ったばっかりのフレッシュマンです。普段はどんなお仕事をされているんですか？阿蘇市が、高齢者に向けて提供しております地域支援事業の中にあります、サービスの訪問や調査に、行っております。じゃあ高齢者のご自宅まで行っていろんなこうサービスのご説明だったりを。はい、そうです。結構訪問とかに行かせていただいてます。やっぱり緊張しますか、行くときは？まあそうですね、行ったら結構話せるんですけど、ちょっと行くまでどんな人かがわからないのでちょっとドキドキしながら行くことが多いですね。じゃあもうこれまでいろんな、ね、高齢者の方とお話しされてきたと思いますが、まあ、お仕事の中で、まあ、難しかったり楽しいこととか何かありますか？そうですね、皆さん困ってそういうサービスを申請されますので、まあその困りごとをうまく聞き出すっていうのが結構難しかったりとか、やっぱどうしても若い男からの電話なので電話のそのアポ取る時とかはやっぱちょっと怪しい電話じゃないかなっていう感じでなんか警戒されてまあ自分の立場を言ったら、まあ受け入れてくれるんですけど、ちょっとそこがまだ難しいですね。でもいっぱいこう優しい言葉もかけられたりありますか？そうですね、まあどうしても困ってる方なので、まあ、困らないように、はい、できるだけこちらから声をかけさせてはいただいております。まあ、そんな森さんなんですが、現在26歳ということで、ここからちょっと個人的な質問をしますが、結婚願望とかは？まあ、ゆくゆくは、はい、してみたいとは思っております。何歳ぐらいまでに？まあ、30代前半ぐらいで、はい。じゃあ結婚するとしたら、まあ、どんな女性がタイプですか？そうですね、明るい人、まあ結婚するとやっぱ家庭を持つので、そうなってくると家の中がこう明るくなるような雰囲気の人がいいですね。でやっぱ気を使わないで過ごせる人がいいです。はい。じゃあそんな人とデートするなら阿蘇市どこがおすすめでしょうか？そうですね、僕は車の運転が好きなので、まあ、大観望とかちょっとドライブをしたいなと思っております。では最後にですね、あちらのカメラに向かってお勤めの、社会福祉協議会の PR お願いいたします。高齢者の皆さん、いや、まあ社会福祉協議会全体で言いますと、子どもから高齢者まで、地域の困っている方々をですね、皆さん真剣に向き合って支えてくれますので、困ったことがあればお気軽にご相談ください。森さんは特にね、高齢者の担当ということで、何か困ったことがありましたらぜひ警戒することなく森さんをですね受け入れていただきたいと思います。じゃあこのコーナー最後はですね、森さんは左ピースでカメラに向かってフレッシュマンの決めポーズをお願いします。はい、ではいきますよ。今月のフレッシュマンは阿蘇市社会福祉協議会にお勤めの森さんをご紹介しました。せーの、フレッシュマン。